この日、グリンブルク王国はその長い歴史に終止符を打った。エスフロスト公国はグリンブルク王都を制圧、怒涛のようにその支配地域を広げていく。その主力となる部隊はグリンブルク王子ロランをかくまうウォルホート家の居城、ウォルホート城へと向けられた。第7話前編、心を天秤にかけて。グリンブルク王女ホワイトホルム城に新たな支配者である公国の要人が入城する。こっちの方は特に怒ってない。ホワイトホルム城謁見の間。グスタドルフ様、タラース様とエリカ様がご到着されました。パトリアト殿、案内ご苦労様。もう下がっていいですよ。ご用がありましたら何なりとお申し付けください。そうね、私の部屋にワインと果物を用意しておいて。承知いたしました。それでは失礼いたします。わかりやすい男。まさに腰巾着というやつさ。グリンブルク陥落おめでとうございます。さすがは兄さん、見事なお手際でした。城下の混乱もじきに収まるでしょう。うん、各領地の方もおおむね問題ありません。テリオールはおじけづいて城の中、ファルクスが気づいた時にはもう手遅れ。グリンブルクご自慢の御三家も兄さんの前じゃ肩なしだね。残るウォルフォートへはアウローラを送った。ロラン王子を捕らえよと命じてある。ところで兄さん、コーデリアがなぜここに？敗者を玉座になんかかけさせて、まるで女王みたいだ。実際そうなってもらう。どういうことです？事態が落ち着き次第、私が後見人となりコーデリアを大いにつける。レグナは一両日中に処刑する。パトリアトにもそう伝えてやる。剣王レグナもついにおしまいか。お父様。なんだテラス。グリンブルクの諸君、私はエスプロスト公国総帥グスタドルフである。これよりグリンブルク国王レグナの犯した大罪を皆に告発する。なんだ。先の大戦から30年、人々は粉骨砕身し祖国を立て直してきた。ノゼリア新鉱山はその象徴。三国が共存共栄する平和への足がかりとなるはずだった。だがこの男はレグナ王はその希望を踏みにじったのだ。我が国の技術で採掘のめどが立った途端、レグナ王は新鉱山を我が物にしようと画策した。そしてあろうことか企みに気づいた技術指南ドラガンエスプロストを殺すよう命じたのだ。これは盟友たる我らエスプロスト公国並びに聖ハイサンド大教国に対する裏切りである。
レグナ王の愚行を止めるため我らはやむなくホワイトホルム城を占拠するに至った。だがこれはドラガン殺害への正当なる復讐であり、裏切りに対する正義の行いである。罪状を認めるか、レグナ王よ。認める。認めるって言ったのか。だからどうか民と子供たちは。聞いたか、グリンブルクの民よ。レグナ王は罪を認めた。ここにエスプロスト公国総帥グスタドルフは死刑を宣告する。レグナ王の首をはねよ。ローラン、コーデリア、あとは頼んだぞ。そのまま切るんだ。王都陥落から数日後、グリンブルク国王レグナは処刑された。レグナの死は各地に衝撃を与えた。それは一つの時代の終焉を示すとともに、新たな混沌の時代の幕開けを意味していた。ウォールフォートの街、うわ、いっぱいある、サブストーリーが。じゃあテリオールから行くか。グリンブルク、御三家の一角テリオール家、シルビオの思い、思惑。さて、どうしたものか。レグナ王亡き今、どうすれば我らは生き残れる。ランドロイ、ファルクス家は徹底抗戦するだろう。だが奴らだけでは間違いなく負ける。ではウォルホートがつけば。ロラン王子はウォルホートにいると聞く。ファルクスと共に戦う可能性は十分ある。いや、本当にそうか。ウォルホートはむしろ領地の存続を条件にエスフロストへ王子を差し出す方が。そうなればグリンブルクは終わりだ。王子と王女は殺されるか、手駒にされるか。国を捨てエスフロストに下る、それが残された唯一の道かもしれんな。でもシルビオが別にさ、仲間になったとしてもなんか大した戦力にはならなそうなんだけど。体制に影響はない。ちょっとこっち先に見るか。グリンブルク御三家一角ファルクス、レグナ王の訃報が届く。レグナ王、結構質素な感じなんだね。主君を守れずして何が御三家か。なぜ陰謀に気づけなかった。なぜ救いに行けなかった。今さら悔いたところで千なきこと。王のお命はもう失われてしまった。だが残されたロラン王子だけは何としても守らねば。無人だこいつは。で、グリンブルク陥落の方、遠く煙鉄大戦の激戦地、聖ハイサンド大峡谷サンドバレー扉
にも届く。サンドバレー砦執務室、こいつがいるんだ。ソルスレイ様、どうしたブッカー。エスフロスト公国がグリンブルク王国に侵攻したとの報告が届きました。なんだと。王都はすでに陥落、レグナ王は処刑され、フラニ王子も殺されたそうです。ロラン王子はウォルホート領に逃れており、広告軍が向かっているとのこと。エスフロストめ、何を考えている。他の連中は事態をどう見ているのだ。いや、それよりもまずは教皇にお会いせねば。落ち着いてください、ソルスレイ様。この状況、あるいはエンデヘにとって好機となるかもしれません。好機だと。なるほど、確かにお前の言う通りかもしれん。ブッカー、私の忠実な右腕よ。お前はエンデケに欠かせない存在だ。教皇宮にスカイドリを出してくれ。ソルスレイエンデが一見に参上するとな。かしこまりました。通信手段は鳥なんだね。で、じゃあここ見ますか。戦火を逃れた国王大臣パトリアと、視察の名目で密かに王都と民の様子を探る。市街地。城下は落ち着いているようだな。なあ、これからこの町はどうなると思う？城の騎士団は全滅したっていうし、今のうちに逃げた方がいいんじゃないか？俺たちを殺すつもりなら襲ってきた時にやってるさ。エースフロストの連中もそこまでやる気はないんだろう。ジタバタしてもしょうがない。なるようにしかならんよ。じいさん、悟ってるな。エスフロストに対する市民の感情は思ったより悪くない。襲撃時、町には可能な限り手を出さず、攻撃を城に集中させたからだろう。城下はほぼ問題なしと言っていい。あとはグリンブルク王家だな。王とフラニ王子はすでに片付き、コーデリア王子は手中にある。残るはロラン王子。こちらも軍の精鋭部隊を派遣済みだ。加えて各地に手配書を出すという。賞金に釣られて協力する者もいるはず。さすがはグスタドルフ、抜け目のない男だ。視察は終わりだ、帰るぞ。偉そうだなこいつ。ではウォルフォートの町、船で逃げ延びたロランとセレノアたち一行、ようやくウォルフォートの町まで戻ってきた。ウォルフォートの町城門前。セレノア様、よくぞご無事で。なんとか戻ってこられたな。ウォルフォートは王国随一の堅牢な城塞。ここまで来れば安心です、ロラン様。そうだな、父上や師匠も無事だといいが。ベネディクト様、たった今使い取りより報告が。どうした、
顔が真っ青だぞ、ベネディクト。ロラン様、若様、どうか落ち着いてお聞きください。オートにてレグナ王が処刑されたそうです。父上が、なんということだ、父上。ロラン、お気持ちはわかりますが、悲しんでいる余裕はありません。グリンブルク王家最後の男子エスフロストが次に狙うのは間違いなくロラン王子です。ああ、すぐに手を打たねば。父上にもご意見を聞きたい。それが、シモン様は父上に何かあったのか。容態がよろしくないのか。シモンの部屋。父上、シモン様、これは一体。王と襲撃の法をお聞きになった際にお倒れになり、そのまま意識が戻らず。そんなバカなことがあってたまるか。まさかシモン様が、どうして。父上、しっかりしてください。父上、父上に伺いたいことがまだ。これからウォルホートは、私はどうすればよいのですか。セレノは回復の見込みはあるのか。手は尽くしておりますが、なんとも。そうか。ホール。セレノは案ずるな。シモン殿はお強い方だ。ありがとう、ロラン王子。あなたこそ最もおつらいはずなのに。このような時こそしっかりしなければ。父の無念を晴らすためにも。お前も当主としてなすべきことをなせ。シモン殿のためにもな。わかりました。ご報告があります。どうした。創世殿の行方を追っていた兵がこれをと。これはマクスウェル殿の仮面。ホワイトホルム大橋付近で見つけたとのことです。これは師匠、そんな、まさか。見つかったのは仮面だけか。はい。橋の近くは死者であふれ、一人一人の身柄を確かめるのが難しく、川の流れも速いため、これ以上の捜索は困難とのことでした。そうか。ご苦労だった。ゆっくり休んでくれ。はっ。師匠、師匠、あなたまで俺を置いていくのか。でもずっと仮面つけてたってことは、こう素顔がわからないから。エスフロスト公国はホワイトホルム城に駐留している兵を集め、ウォルホートに向けて進軍を開始。それは取りも直さず、グリンブルク王家の血を引く最後の男子、期せずして王位継承の筆頭位となったロラン奪還のために他ならなかった。
ウォルフォート城。進軍するエスフロスト軍、セレノはロアンに再び危機が迫る。でも戦闘にはまだなんないね。戦闘になるときにちょっと詰め所に寄ろう。若様、エスフロスト軍がここウォルホートに向けて進軍を開始しました。先だってグスタドルフ総帥からの書簡が届きました。ロラン王子の引き渡しを要求しています。広告軍が到着するまでに返事をせよということか。おそらく。なお部隊を率いるのはあのアブローラ将軍とのこと。敵も本気か。どうしてもロラン王子を手に入れる気だな。すぐに軍議を開く。皆を議場に集めてくれ。いいんだ、フレデリカ。ベネディクト、話を続けてくれ。はい。ですから改めて皆に問います。ロラン王子をエスフロスト公国に引き渡すか否かを。私は反対だ。なら何のためにマクスウェル様は。そうですよ、ロラン王子を頼むとマクスウェル様はおっしゃいました。それを。この城は天然の要塞、ロラン王子を守るにはちょうどいい。だけど公国は王都制圧の時と同じか、あるいはそれ以上の軍を差し向けるでしょうね。大軍が相手ではこの地形は仇となる。我々には逃げ場がないということです。だからといって諦めるのですか。これは人の命に関わる問題なのです。だからこそ君たちウォルフォート家が血を流す必要はない。これは俺の戦いだ。ロラン王子、それは違いますぞ。ウォルフォート家は王国御三家の筆頭、断じて無関係ではない。いいんだ、俺は出ていく。そうすればここは戦地にならない。答えは一つだ。お前は迷ったりしないよな。誰かが犠牲になることが正しいなんて私には思えません。若様、ウォルフォート領を戦場にはできません。領民を守るのが当主の使命です。どうかご決断を。今すぐに決断できません。進化なら王子を守って戦うべき。領主としては領民の安全も考えなければならない。エスフロストに逆らっても利はない。彼らの暴挙を許せば多くのものを失う。いや、王子は守る。だけど領民も考える。進化なら王子を守って戦うべきだ。だが領主としては領民の安全も考えねばならない。セレノは苦労をかけてすまん。だがお前はウォルフォート家のために動けばいい。王家の責任は俺が背負う。あなたはもう覚悟を決められているのですね。若様はこのウォルフォート家の当主。ご決断できるのはあなたしかいないのです。わかった、ベネディクト。新年の天秤を用意してくれ。広告にロラン王子を差し出すべきか否か、皆の意思を問いたい。これはもう意思変わんないんじゃないの。天秤。あ、そうか。あ、軍ここまで来てるんだ。前編だからこれで決まって後編に進んでいくっていう感じね。ちょっと詰め所行きますか。じゃあ
戦闘してないから。新しいのが入った。うわ、スピード勝負レベル8。制限時間内に敵を撃退する。効率よく敵を倒していくためには布陣から工夫することが必要。密集戦。あ、お金もらえるじゃん。その前に鍛えられるのを鍛えたい。鉄鉱石意外にあるな。みんな一個ずつは持ってるんだっけ。あれ、ロラない。11500円。武器力は全員上げとこう。とりあえず、あ、すげえ使うわ。繊維しまった。2個目だからな。でこれやってあるでしょ。足りる。あ、繊維が1個で足りるわ。でこれもやってある。高錬金。ここら辺の人たちどうなんだろうな。あとアイテムだ。回復力が全然ないからな。44個ある。ちょっと待って、10個くらい欲しい。ダイは2個か。500円もすんのこれ。魔法石意外に役立つからな。遠距離攻撃ができるから。雷、水上、風、スパイス。あ、弱化か。リングもな、 あればあれでいいんだよな。物理防御、護符、戦利品を落とす確率が上がる。ここら辺もまた入ってるね。鉄鉱石9個。上質鉄鉱石があるじゃん。てかさ、その前にだってレベル2にできないよ。ランク2、白金の塊がだってどこで手に入るんだろう。クラスチェンジできるかな。切り札ポイント上げたい。2つ。敵単体一旦停止。いいね。栄翔中中断。味方 TP3 もいいな。全然足んないけど。二等勲章上位クラス。あー、1個だけある。おかしよう。もうちょっとないで、クラスアップ可能。アンナ、アサシン、隠密からアサシンになる。よし、筋力上がって命中も上がったな。ダブルアクション、大義でヒットポイント回復。スリーピーだわ。やろう、アサシン。磨き上げれば。クラスアップで、次レベル20か。じゃあちょっとスピード勝負やってみるか。力でゴリ押す。50点以内、結構だな。めちゃくちゃ散ってるな。ユリュが入ってんな。あ、すげえ、 10体も入れんだ。だからか。あとどこにいる。あ、こっちか。まあこれでちょっとやってみよう。制限時間開始。スピード勝負。一番最初縦が動くからな。この盾が破れるかな。行くぜ。もう攻撃する。行くぞ。ほら、終わらせましょう。無理か。いけないか。あ、でもポイズンスローはいけんじゃん。アンウォールってなんだっけ。あ、こっちか。
投げよう。耐えられるか。あ、上級職になってるからマックスが4になってる。残り48でロラン攻撃はする。気がけのダチ悪くねえな。いきます。でヒューエット、ヒューエットは射程があるかな、こういう時に役立ちそう。狙ってくるか。こいつだが痛い。ドクター負けられない。ただ倒せるでしょこいつ自体は。とどめ。くひどい。どう攻めるか。今の使おう。やりようはあります。ウォルホート家の未来のために。負けられない。くそ、確実に殺す。挟んでとどめ。あとは任せろ。毒、こいつちょっと毒にはならない。冷静に行きましょう。殴っていくつ。あ、でもそれなりにダメージ当たるか。で挟もう。これフレデリカ私です。で次で決めろ。TP1 増加。いいね。なんかちょっとやっとこう。ベネディクト頑張りましょう。判断です。影や来たか。学んだ力今こそ。後ろからぶん殴ればまあまあまあ大丈夫でしょう。フレデリカ危ないな。そうすれば上級職に。え、どういうこと。ひどくない。計算外だ。殴ろう。終了です、はい、痛い。俺が相手だ。エラドル横くらい。終わらせましょう。で後ろ、はい、効果的ですね。息を押し切れそうです。後ろ狙うか。うん、2段お2段突きだいぶ違うな。はい、いける。倒した。息がけの立ち強いぞ。横からで届かないか。ここはこれは横にはならないか。でも倒せんな。どこから攻めるか。セレノア自体はまあ、ちょっと倒すことを優先させよう。ディレイソード。手応えあり。行きますか。でジーラ倒せんな。これロットで倒してこう。甘く見ますね。ミスってるし。どう攻めるか。でベネディクトはちょっと行動終了でアイテムだけ回収しよう。フレデリカ後ろ取られてか。こいつ後ろ取られるか。全力を尽くします。そうはさせない。ダトゥーやらせてもらう。強い。職務に邁進します。行きます。でここに行って炎でちょっとやろう。攻撃を。私の魔法で。計算外だ。痛いけど。じゃあここにいて氷結魔法。氷結魔法でここ、はあ、俺が相手だ。届かん。移動力がしょぼいな。終わらせましょう。でダブルアタック片付けます。
しい。あれ、あと敵誰、どうしよう、アイテム使っちゃおうかな。毒あと2ターンか。もらうぞ。後ろ向いてるけど大丈夫かな。制して見せましょう。出てきたりしない。それ情けは禁物です。ここ取れるな。回収。さあ行こう。厳しいですね。で自分隠しよう。傷を癒して。私ですね。これさ、みんな手数がどんどん減っていくんだけど。学んだ力、今こそ。早くこっち待ってない。待ってきた。氷結。凍りつけ。消えよ。よし、これでオッケー。まあまあまあ余裕あったね、だいぶ。材木。クラスアップできるものが二等勲章もうないからね。髪はなんかそこそこになってきたな。次誰あげる。セレノアってどうなの。アラウンドソードとか魔力とか上がるんだ、なんか知んないけど。ソードファイター、剣士からソードファイター、完全に剣士なんだな。槍騎士からキャバリー。フレデリカもな、魔力が上がるよね。ファイヤーキャスター、キャスターか。ガーディアン移動力が、あでも4か。物理カウンター持ってんな。ちょっとガーディアンにもしたい気がするな。まあいっか、もう1個あるけど、とりあえず先へ進めよう。これで次なる道へ行くはずだから。投票の時間になったら私が合図する。それまで各自よく考えておいてくれ。かしこまりました。では解散。あ、これ王子も投票するのか。王子はもう無理だろうな、説得不可能だよ。みんなの意見は割れている。情報も足りていない。町に出て民の話も聞くべき。町にお出かけですか。現在の街の様子を見ておきたい。議場に戻るときは声をかけください。街を回り終えたら議場に戻る。若様がボロボロになって帰りになった際は肝を冷やしました。差し出す系あんないつも保留してんな。あんまり自分の意思とかないのかな。ちょっと左上のあれなんか消せないの。ヒットポイントリング、今光ってた。アクセサリー大して持ってないからね。まああるだけでも今はありがたい。まあ多分取ってないやつとかあるんだろうな。大きな戦いが起きる。30年前の煙鉄戦争を思い出す。あの時エスフロストはグリンブルクと組んでハイサンドへ奇襲を仕掛けた。思わぬ攻撃に瀕したハイサンドは独立した一族だったウォルフォート家のシモン様に援護を求め同盟を結んだ。ノゼリア全土を巻き込んだ戦いは泥沼化し、全ての国と民が疲弊した。見かねた父親は密かにグリンブルクのレグナオに接触し和平を解いた。二人は協力してエスフロストとハイサンドに和平を呼びかけ、大戦を終結に導いた。ウォルフォート家はその功績をもってグリンブルク王家に召し抱えられ特別な武家となった。セレノア様、よくお考えくだされ。こたびの対戦でいかに動くべきかを。当主の
立場が格も難しいとは深く考えずに平和が続くと思っていた。そうは思ってないよね。状況にただ従うだけでは意味はない。有利な立場を得るために自ら動いて状況を変える。我が家の地位と名声は父親は命がけで勝ち取ったもの。息子の私が汚すことはできません。民を思い正義のために戦う英雄ウォルフォートの民であることを私の誇りです。セレノア様、名声は守りがたく汚れやすい。判断を誤るよう慎重に進んでください。なんかすげえばあちゃんすげえな。ここか。弾薬。オートがエスフロットに攻められた。オートの貴族たちは何をしていた。貴族は別に戦闘要員じゃないからね。ロラン王子を生け捕りにせよ。手配書が出回ってる。グリーンブルクの王子が手配される。王国はどうなるのか。すぐに殺されることはない。みんなと話してみる。手配書。くれくれくれ。見聞録。見聞録を大して持ってなくない。こいつなんて子供しかいないんだ。今日なんかみんな怖いしてる。おい、親がどこにいるった。子供一人残して外にいるのか。このウォルフォート領には秘密の仕掛けがある。何でも町に攻め入った敵を撃つための仕掛け。なぜ秘密になっているんでしょうかね。秘密の仕掛け、不確かな情報だ。今の状況を打開できるかもしれんが、民に被害が出る可能性も考えるべき。てかさ、なんでそれが一般兵が知ってんの。猫。お、上質鉄鉱石手に入れた。こんなところに。前はなかったのに。いただいていこう。今はウォルフォートが大変な時なんだ。使えるものは使わせていただく。エスフトストが攻めてくる。この前まで共同採掘をしていたフレデリカ様が腰入れしたのも手を取り合うためじゃないの。エスフロストの行いは明らかなだけに非道を見過ごすことはできない。私も告白している。フレデリカは何もしなかった。彼女を責めるな。国の関係は利害による。絶対的な敵も味方もない。それゆえ交渉次第で戦いを回避できるはずだ。いや、彼女は責めないでくれ。セレノア様の言い名付け、私だって信じたいと思っています。フレデリカ様は総帥の妹に、広告はあの方がいるこの地を責めたりしませんよね。心配いらない。ウォルフォートは守ります。王国よりやっぱり自分たちか。白銀の塊こんなところに。いやこれさ、探索めちゃくちゃ重要じゃねえかよ。あれこいつは話したっけ。あ、手配の話か。使用商人、オートの方に行こうと思ったら街道が封鎖されている。商売上がったり。いや逃さない。アイテムは逃したくない。ここには何にもないか。で、他光ってないよね。おい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 。そんなところに。上質なやつとかちょっともう逃してたら悲しいよな。商人、オートの方が騒がしい。大丈夫だきっと。創世マックスベルがいる。その時グリンブルクも終わり。私たちを逃がすために犠牲となった。その犠牲を忘れてはいけない。いやまあ大丈夫でしょ。マックスウェルは別に死体が上がってるわけじゃないし。お、いっか。いや俺今回はちょっとね、ロランは守るよ。お母さんちょっと変な説得しよう。オートが襲撃された。情報の伝達はどういう風に来てんだろうな。まあ鳥で誰かが伝達をして、それが街に広まっていくっていう感じかな。よし、中に戻ろう。スキー場に戻ります。で、光線派じゃない人だよね。もうでもね、ロラン様も絶対変わんないと思う。どんな結論だろうと俺は従う。
話せば分かってくれそうだって本当？さっきまで固くなにさ説得しよう。創生の犠牲。ああ、これなんか開かれたね。マックスウェルの最後の言葉を思い出してください。確かに。上に立つ者として正しいと信じることをしろ。師匠に言われた。今の言葉も重く受け止めるが、今の俺には何が正しいかな。しかし、お前の気持ちもわかるが、俺自身の問題。俺一人のことで済むならば、それが最良の解決策。これなんだろうね。ウォルフォートの町にある仕掛けを使えば敵を撃退できるかもしれない。民の犠牲は避けられない。ドランは考え込んでいる。あ、保留になった。セレノア様、ドラン王子を引き渡すべきか否か。ロランを守り抜く。取り付く島もなかそうなんだ。下はあ、封印されてる。どんな強敵にも勝つための策を立てて恐れずに挑む。それがオルフォート家の戦い。はい。どんな戦いにも勝機はある。セレノア様がその過去なら勝ち目のない無謀な戦いとは決してならない。今焦って答えを出すべきではないとよく分かる。考えさせてください。結局考えるのかよ。大きく揺れ動いた。とはいえ保留になってんな。ご当主様。まあベネディクトはちょっとね、そう考えるよね。ロナン様の命を大事に行くのある。投降した方が安全な可能性がある。都合の良い区別にする。コーデリア様の扱いがどうなることかも考えれば。いや、ロランを守り抜くべきだ。少し押せば説得できそうだ。なんでわかんの。ウォルフォート家の仕掛け、これちょっと気になるよね。この町の秘策。なるほど。あの仕掛けをご存知なのか。それでご意見が終わりですか。時の運だとか。王国も領地も守る。確かに。レグナ王なき今、ウォルフォートが今以上の力を束ねくことを第一とする。心に留めておきましょう。大きく揺れ動いた。保留になった。ちょっとこっちの人たちも、まあ、話だけはしてる。私は誰よりも守れればならない。いや、これはもう別に差し出さないよ。セレノワ様。ジーロ、政治的に利用すると私はそう思う。ロランを守り抜くべきだ。話せば分かってくれそう。諦めたら終わりだ。エスフロストは死にならない。友の命を委ねるわけにはいかない。そうですね。私は嫌いじゃありません。それに、もう少しお話を伺ってもよろしいですか。あ、ウォルフォート領、これもうちょっと仕掛けを仕掛けでもみんなやっと、ね、確かにそうなるな。にわかに信じがたい事実なら大きな力になる。大きく揺れた。見た、保留になったな。私は誰かの犠牲の上に成り立つ平和など望まない、これは取り付く島もないよね。 OK。 あれ、あと どういうことだ。下は黒くなって動いたからってこと。あ、話してないからか。私はタイヤル王のご子息を守る。そうだな。よし、 OK、 これでいこう。投票に移る。王子は守る。それが俺の意思だ。では投票を始めよう。これである程度、まあ、自分でもロラン王子を差し出すか否か、それぞれの信念を天秤に預けてくれ。ちょっと待って待って待って、早送りしたら一気にすっげえ速くなったんだけど。それで勝てる見込みがある。これ説得した人たちは何か言うのかな。
賛同します。新年の天秤よ、我らの選んだ道を示せ。これなんかどっちがどっちかわかんねえんだけど、つまりどっち。おお、全員説得した、満場一致だ。ドランを守る道は定められた。我らはドラン王子を守り、エスフロストを迎え撃つ。迎え撃つと決めたからには審判は下りましたね。やらなければ。新年の天秤による決定ですが、厳しい道となる覚悟は必要です。この道は間違いではなかったと己を納得させられるのは己のみだ。頼む、俺にできることは何でも言ってくれ。皆の者、すぐに防衛の準備を。エスプロスト公国軍を跳ね返す。心を天秤にかけて終わり。